はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めたい人と腹筋が苦手な人におすすめなだるま腹筋というのを紹介します。まず腹筋が苦手な人のよくあるあるがですね、腹筋をあんまりしないので大腰筋と脊柱が硬くてですね、腰が反れて腹筋ができないってパターンが結構あります。例えばなんですけども、寝た状態で背中がそもそも起こせれない、そういった方は大腰筋と脊柱がね硬いです。腹筋をするとですね、体を少し丸めますんで、腹筋やってる人が腹筋ができていくというのは、大腰筋と脊柱が少しストレッチされて起き上がれてきます。もちろん腹筋がついて腹筋ができていくってパターンもありますけど、そもそも大腰筋と脊柱硬かったらですね、丸くならないんで起き上がれません。で、腹筋をやってれば腹筋もつきますし、大腰筋と脊柱がストレッチされるんで、そもそも体が丸くなれてシットアップやクランチができてくるという感じになります。もちろんレッグレイズとかもあるんですけども、レッグレイズもですね、腰がしっかり床についてないと腹筋が縮みませんから、あんまりね、きません。なので今回あるね、だるま腹筋はですね、腹筋にも効いて大腰筋と脊柱のストレッチになりますんで、腹筋が苦手な方、あとお腹引っ込めたい方、どちらもですね、おすすめです。これをですね、30秒間一緒にやっていきましょう。30秒間するんですけども、10秒間は正面、10秒間は右回り、10秒間は左回りということで、計30秒です。では簡単にやり方を説明します。はい、まずですね、しっかり膝を抱えて揺れます。これでしっかり背中とね、大腰筋を伸ばしてください。で、これで揺れるときにお腹に力を入れて腹筋を押します。これを正面10秒で、右回り10秒、左回り合わせて30秒、一緒にやっていきましょう。で、しっかりね、ポイントは膝を抱える、腰を丸める、背中も丸める、これがポイントです。これがしっかりできないと、腹筋をするときにも背中がまっすぐのまんまでね、起きようと思うときついです。で、ここの腰が反れてしまうとお腹が伸びてしまうので、クランチや腹筋した時に腹筋に効きません。なので今回このしっかり丸くなってやっていきましょう。では30秒やっていきます。はい、しっかり丸く、お腹をしっかり縮めたままです。お腹の力を抜かないように、はい、右に回ります。お腹を縮めたままで、今度左です。お腹をしっかり引っ込めて、腰をしっかり丸めてください。はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。簡単ですよね。たったの30秒しかやってないんで、これでは効かないよっていう人は計1分やったりとかですね、正面1分、左右1分、計3分とかね、行ってもらうとよろしいかと思います。ポイントはしっかり腰を丸めること。これがまずできないと、プランクも腰をしっかり丸めないとダメですし、他の腹筋もですね、腰が浮いた状態で腹筋しても腰の反動になってしまうんで、まずしっかり腰つけてお腹縮めてからクランチやシットアップを行うとですね、腹筋しっかり効きますんで、これだるま腹筋はね、とても初歩的なものです。なので上級者とかは全く効きません。なので初級者から中級者、腹筋が苦手な方、今からお腹引っ込めるために始めようかなって方にはおすすめです。よかったらね、やってみた方はコメントやグッドボタンお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.